マーティン・トムチェックはドイツのレーシングドライバーである。ローゼンハイム出身でカートでレースを始め、フォーミュラ BMW やドイツフォーミュラ3選手権を経て2001年よりドイツツーリングカー選手権に参戦を始めた。トムチェクはアウディ陣営のチームの一つであるアプトスポーツラインからデビューし、2002年の開幕戦ホッケンハイムリンクで初勝利を挙げ、2006年は一勝して、 シリーズランキング4位。2007年には自己ベストのシリーズ3位を得た。2010年まで同チームに在籍した。2011年に同じくアウディ陣営のチームフェニックスに移籍。3戦1 1年目となった同年に3勝を上げて、シリーズチャンピオンを獲得した。2012年からはアウディを離れて、この年より参戦を開始した BMW に移籍。以後、チーム RMG や、 シュニッツァーモータースポーツより引き続き参戦したが、2016年、限りで DTM からの引退を表明。トムチークは16年にも及んだ DTM 参戦を終了した。DTM 参戦終了後は、ユナイテッドスポーツカー選手権やルマン24時間レースなどで活躍している。ユナイテッドスポーツカー選手権、FIA 世界耐久選手権、 インターコンチネンタル GT チャレンジルマン24時間レースニュルブルクリンク24時間レースマーチントムチックレーシングキャリアプロフィールドライバーデータベース www.driverdb.com2020 年8月1日閲覧ありがとうございます